ま、チャレンジの残り。これはね、方向性何もわからなかったやつだね。だって自分が入ったら右に動くしかできなくて、流れるままだよね。入っちゃうと何もできない。だけどあそこにいるあいつのところに入るのがゴールで、私がもらっているのがワープだけど、入り口はこっち。無限とかを作るようなステージではないから無意味。多分ね。無限小が作れるようなステージでもない。3つあるから、なんか支えるみたいなことをやるステージのような気もするけど、これしかなくて、これをまあ入れるしかなくてこれを入れると上に向かっ違うな、下に向かって伸ばすことができる。あ、違う違う、分かった。これがこうなってれば、自分が押さなくともこれで押せるのか。入っちゃった。これを横に並べればここからあいつを操作できるから、これでよかったって。ああ、なるほどね、これだけだ。なるほど、分かった。これはフロッピーディスクくん。生命の乗り換え。これは、端っこに置いてくる方法がわからないよねで終わったんだね。私が上に行って、私と私でないものというのがいて、私でないものがこう入って、私がこういて隣にピッと魂を移す必要がある。こういうこと。これを全員にやれるのかと。この子下に食べちゃうから、ここに向いてないんだっていう感じで、この組み合わせうまくいくんだろうか。自分が入ってそれになって、それになった後は食われないようにするには、この関係性だったら食われない。この子はこう入ってこうなんだから、
じゃあこの子じゃないじゃん、ここ。この子ができるのってこっからこっちしかないのか。いや、え、おかしいな。この子は、ここはこっからこうなんだもん。このキャラクターが入れる場所ってどこなの？このキャラクターが生きてたとして、入って意味のある場所は、これ二人食えばいいのかな。二人食ってた場合にそうなっちゃうのか。あっちの子に転移するんかね。食われちゃダメ。このさ、なんか食えるよねのバリエーションでやってきてるとするとすごいめんどくさいんじゃない？逆算ができないじゃないですか。どこかわかんないんだから。だけど右に行きたいのと左に行きたいのと下に行きたいのと下に行きたいのって言ってるから、下が2つダブってるのがやばい気がするんだよな。上下左右だから、この少なくともこのどっちかは、まあ、プレイヤーがそのまま入ってくんだろうなと。これはプレイヤーだとすると、プレイヤーが下に行くということは、食われるようなやつじゃダメで、だけど例えばこいつが上に2つ食ってる状態で私と入れ替わった場合は、それは大丈夫なのかと。ここはまた食う食われるの関係性が出てくるのかわからんな。そうなるとそれが出てくるとわからんのよ。わからんて。はあ。それを考えるんだったらやりたくねえんだよな。そうじゃないパズルであってほしい。この2つ入るのはあくまでただのダミーというか、別解潰すためのやつで、入らずに解けるっていうパズル。自分がここスタートやっぱりこれしかなくて、これに変わるしかなくて、これに変わると次にできることが、ここダメなんだよね。横両方ダメだったから、で上から下もダメだから、これない。スタートここはない。スタートここだとすると、左にアクセスできるのはこいつ。そうするとこの子ができるのは、ここはダメ。いや、ここは OK か。右に行くのは OK。だけど右側が食えるやつじゃないといけない。右に行くのが OK。あ、ここでこっちか、こ、いや、ここはダメか。ここは下が空いてるからダメ。こっちだともうこれしかない。このキャラで下はいけないから、アウトだねで終わりだよ。食っちゃう。まともに考えてたらやられないな。食っちゃって、食っちゃったやつと反応してくれるがいいのか。それも変だよね。なんかさ、あるキャラクターが2人分中に食ってて、こいつがその中に食ったやつと反応したとしてもよ、中に食ったやつはここから出られないから終わりじゃん。一番でかいやつと反応するならいいんだけど、内側に2つ入ってる場合ってどういう反応の仕方するの？これってみんなあれだよね、対象だもんね。対象系なのにステージが対象じゃないから、
全員がこの子にぶつかって戻ってくる。初手この子だったのが嘘で。この子はずっと動けるようにしておかないといけない。例えば誰かに変わったとして、私はこの状態からこうやって変わればあそこが埋まる。このパーツはここに来て欲しかったのか。いや違うな。これ左側に穴が開いてるからこれダメなの。左側に穴が開いてない、この子じゃないとここはうまく務まらん。逆か。自分がこう来て、だから右に穴が開いてない、自分がこれになれればよくて、こうで、あ、できた。やっぱ穴はフェイクだったんだ。そこが分かればなぁ。そこが事前に分かれば、もっと早く今の手順が見つかってたのかな。なんか、まあいいや。ここは壁の使い道が分からんところでしたね。壁を開けるんだが、わざわざ開ける割にはその壁を使うルートがない。ない。でループ発生させるようなステージでもないと思われる。まあできないんですけど、できたんですけど、イプシロンやってもねーって感じ。で真ん中に1個物持ってこればクリア。今のとこでこれ開けてればこう通れるんじゃないの。これがさ、壁がここにあってほしいような気がするな。ここが、ここはできない。黄色どこ行った？黄色どこ行った？黄色、あれか、イプシロンにぶっ飛ばされたか。これをそっちに送る前に。ここを
止めたい。だけどそこを止められるような配置ができない。今惜しかったのはこれがこうなってるんだからここはこう通れるよねってやりたいから、これを止めたいよねってことで、黄色はこのストッパーで、やっぱこの石がもう一個下に行ければいいなぁなんだよな。この石がもう一個下に行くには、こうなってしたら、なんでこれをしたかったんだっけ、これをしたかった理由がなんだっけ。これをこっから取り出せると言ってたからか。OKOKOK、すごい納得できる回答だったこれ。 OK です。これはね、これはね、わからんと思うんですよね。ここに置いて私が上から出てくればいいという発想もあり得るのか、方向性としては。これをここに置くんだけど、こうやって座れないようにすればいいから、この物体がもうこれ以上食えないよっていうところまで入ってればいい。一個食ったな、もう一個だな。縦のやつらがなんでいるんだろうね。最初に縦が入ってれば1個ぐらいは余裕があるが、縦にも食ってて横にも食ってる。お、カンカン言ってるぞ。どうなってんの。でもそうか、オッケーオッケー、よかった。なんかこうイプシロン使わないといけないんじゃないかなっていう風にとらわれてたから前回狂ってたけど、そんなことなかったぜ。ラスオーラス、364問中の363問解いた。これオーラス、自分にとってもこれラスボス。これひらめかないんだってな。前回やったじゃない散々。何が必要なんだろうな。ただのエンプティーステージのチャレンジなんですよこれ。ただのエンプティー、エンプティーの特性ちょっとなんかもう手当たり次第いろいろやってみるってのも手なんだよな。もうここまで来たら頭で分かってないから、頭で考えるのはもう限界が来た。無限ループとかそういうもんじゃないし、もう食われるしかないっていう状況ってどういう状態だ？この青いパーツが、
もう食われるのを待つしかないのだってなってる状態、閉じ込められてるみたいなこと？関係ないから。青い、だめだな、あの青いパーツは真ん中にいないといけないのルールがずっと邪魔をしている私の中で。真ん中に壁がないんだから絶対青いのより自分の方が食われるぞっていう。あるうちの2つしか食べなくていいなのか、いや2つしか食べなくていいっていうことなんだよね、結果的には。1つは食べない用途として使いたい、食べるための空間、食べるための空間と食べられる奴らが2人。これ次元が変わっただけでやってることは同じですよね。縮尺をこう変えていったときに、自分の目の前が完全に壁で、でしかも押せないときだったら自分はそいつを食えるはずだよな。自分の目の前が完全に壁で、それ以上ブロックが押せない。つまりこれが例えばここにあって、これは私は食えるんだ。ああ、はははは。ようやく同じように。つまり2つの物体の境界線上に石が置かれているようなものであれば大丈夫。これとこれか。ん？おかしくない？それだと上と下に食うことになっていて、もう一個この食い方じゃダメだよ。同じ方向から二つ食えるものが存在するはず。一番上にあるのはあれ、ああ左だ。左にこれは二つ食えるはずだから、これがベースになって、一つ食べて、あ、
ダメだ。うっそー、同じ方向で食えないと来た？左だと思ってたんだけどな。その場合は、この左を最初に食わんとダメ。この左をこれで食わんとダメ。まずこう。で、次これとこれだ。食べました。溶けました。理解いました。理解いましたね。いや、どれが難しかった？やばかったよね。チャレンジ。お。お、変わった。プレイキャラ変わって。おー、Congratulations on solving all the puzzles. Thank you for playing. Wow.これで完全に本当のエンディング、これです。この茶色いのは何なんだ？パズルになってないような色のやつがたくさんあるけど、これは何なんだ？うわあ、そう。いや、ちょっと感動的だったな。いやー、すごい。よかったね。いや、よかったね。面白かったね。パトリックス、パラボックス。チャレンジ以降がやばかったね。いや、チャレンジ以降というか、まあ、チャレンジ以降か。おー。ええやん。ちょっとまだ振り返りをこれからしますけど、どこがやばかったかを。どこが面白かったかも言っていきたいな。これは、一周するまでは見ときたい感じだけど。一周しちゃったのかな、これで。あ、早送りできた。オッケー。もう見るもの全部見たかな、これで。いいかな。いやあ、お疲れ様でした。チャレンジね。そうね。いやあ、まあここかな。この辺は。知らないルールだーっていう感じだもんね。これとこれ。これとこれは兄弟なんですよね。結局。目の前が完璧に壁だったとしても、食えるっていうのが分かりにくいポイントだった。これはもう忘れちゃったな。もうすいません。もう忘れました。ここが難しかった。いや、ここ難しかったな。ちょっと自分があまりにハマりすぎてたっていうのもあるけど、想像できないんですよね、あの動き方は。もう一回やらせて。緑が青を一回食べて、緑が黄色を食べて、終わり。これが、これを押した時に、自分が緑の中に入れてるっていうのが、これが気づかない。これは気づかない。逆に気づけた人は、多分何の詰まることもなく、瞬殺するステージではあると思う。自分はここが結構ね、ピンポイントに盲点だったからやられましたね、という感じ。ここは簡単でしょ？これも簡単だったね。めんどくさかっただけだね。同じく、めんどくさいだけ。これ面白かったんだ。これ面白かったんだ。パッとやるとそこが壁なんだけど、みたいなステージ。ここはね、いいね。本編に入ってもいいぐらい面白い。こんなのがあって、こんなのがあっ
で、ここはルールがわからんね。こんなのがあって、これもルールがわかんないですね。これもルールわかんないんですけど。解けたけどルールわかってないんですけどね。はい。無限が怖いやつ。これも面白かったね。ただあれか、あまりにもなんか、いやーでも結構悩んだな。初見でギブアップするぐらいにはわけわかんなかったもんな、これ。わかりゃすぐなんだよな。っていうステージ。ここ面白かったと思う、でも。わかれば、あ、そういうことねってなるし、わかんないときはもうさっぱり解き方がわかんないっていういいステージ。これめんどくさいやつ。これめんどくさいやつのヒットね。これもね、めんどくさいやつだね。なんかこの辺あんま好きじゃないね。これは、どうすればいいんだろう。あの、穴にキャラクターを入れますよねっていう方向性を削れるようなデザインをしてほしかった。穴がわざわざなんで2つも開いてるんだとか、キャラクター2人入れるんかとかってなっちゃうから、そうではないよね。いいことに早く気づきたかったな。ふんふんってなんだ。これも、この二つはまたあれだね。ちょっとめんどい。ギミックステージだもんね。ここは多分面白かったステージ。ここは面白かったステージだよね。壁を開ける場所。これ名作だと思いますけどね。本編で難しかったから採用しなかったってことなんだろうけど。正直、チャレンジングエクストラレベルだから、これ本編にまあ入れてもいいんじゃないのぐらいには綺麗なステージだと思う。いいと思います。ここはなんだ？あ、ここはね、これがあれでしょ？岩のやつでしょ？ちょっとそれはね、ずるいよね。ルールがよくわからん。ここは、ここ面白かったよ。無限のフリップ。うん、これ好き。あの、僕はね、無限とイプシロンに関しては、こういうわけわからんものを覗いたら好き。の、これは、色のバリエーションというか、結局わかんなかったな。この、それぞれの無限に出口が分岐する条件がよくわかんなかった。その、元の色、どこ入っとんねん。元の色なんだとしたら、元の色か。元のステージの色から判断してるとしか言えないな。ここの解き方、ここの解き方がちゃんと分かってないと多分意味分かんないんだよね、これ。だから本編では採用しなかったんだろうな。本編の、あの、サブルートでもこれが入ってこなかったってことは、やっぱりかなりテストプレイした中で、まあ、パズルとして分かりにくいっていう、票が多かったんじゃないかな。ここは面白かったんだけど、ここ面白かったよね。ここともう一個エンプティ使うステージありましたよね。ああ、それはあれか。アペンドの方か。これ面白いな。これも本編入れてもいいような感じ。ただどこに入れるってなるね、これ。これをさ、イプシロンのステージに入れちゃうと、やっぱイプシロン、いやでもイプシロン使うもんね。まあ、あってはいるんだよな、イプシロンステージで。これはね、いい、面白かった。で、これ、まあ、ここから先は、自分はそんなに苦労しなかった奴らばっかり、ここはまあ、一マスイプシロンだから、ちょっと、ルールがわからんっていうのがあるけど、まあまあまあ、ここも面白かったし、ここも面白かったよな。面白かったね。面白い。ここも面白い。ここはわけわからん。見た目でやられてるステージ。って感じだね。だから、まあさっき言った、二つぐらい面白いのあったねっていう。ギャラリーはまあギャラリーですわね。アペンディックスはまあ、それぞれのルールがあったからこその面白さっていうのがあるね。まあ特に面白かったのはやっぱり、あれじゃない？ここじゃない？ここは、なんか、頭一つ抜けて、面白いステージだったな。という感覚かな。なんか自分の記憶に残ってるものでいけば。
真ん中のエリアはあれでしょ、なんか滑り出すステージでしょ。だからここはあれやな、とにかく難しかったんだここは。だからね、直感的じゃないんだよな。自分の移動してない方向に、なんか自分がもともといた土地が吹っ飛んでいくっていうのがわかんないんだよな。でもね、納得はできるから大丈夫。あと本編を一通り見ましょうか。まあ、イントロはいいよ。エンターでもまあ、大丈夫でしょう。多分、そんなすごいのなかったんじゃないかな。このパッと見た感じで、どんなステージだったかは覚えてないな、さすがに。さすがにわからんか。この辺もなんか、ずるずるとやっていってしまったんじゃなかったっけ？面白くなり始めたのどの辺だった？エンプティー。エンプティーね。ああ、はんはんはん。ああ、ここは面白かったかもしれない。ここは結構ね、考えないとクリアできない。いいと。本編のルートはまあ、難易度的には全然、難しいものではないから、本編外したところが行きたいんだけど、まあ、ここはちょっと自分はハマっちゃったけどね。ああ、ここか。これ良かったね。これ名作だよな。これいいパズル。あのね、結構いろんな人がね、やっぱここ詰まりますね。もう自分が撮り終わったから、他の人の配信とか見てるんだけど。いや、ここはね、やっぱね、パッとわかんないわ。こいつの使い方がわかんないのよね。あと緑色、あんなもん出せんだろうってな、嫌になってしまうんだよ。ここはいいステージ。名作です。そんなもんかしら。そんなもんだな。なんか他はね、すげえ簡単だったんだよな。はい。で、うん、この辺から、リカーズド的な要素が出てきたりするよね。ループする物体を別の空間の中に入れていくみたいな概念が出てくる。それで面白かったとこってどこだろうな。この辺わかんないな。見てわかんないな。ああ、でもこの辺とか面白いよね。確か面白かったはず。はい、そんな感じかな。あ、だこれはいいね。ここはなんかそこそこ感がある。そこそこ元のゲームですね。で、スワップ出てきて、スワップはね、これはもう面白いね。スワップ面は基本的に全部面白いでしょう。これぞリカースドという感じ。で、センター。まあ、センターはセンタールールをひたすら習わされていく感じだから、取り立てでこれが面白いな、みたいなのは、まあ、ここちょっと面白かったかな。センタールール。盲点が出てくる感じだよね。ああ、なるほど。これもいいね。これはまあまあ一発気づきネタなんだけど。ここは気づかないんだ。ここはね、これが気づかないんだよな。これがこうなるってことに。センターでも何でもないんだけどね。いや、いいね。そういうの好きなんだよな。で、クローンあたりから多分このゲームは難しくなり始める。この辺でぼちぼち投げ始める人が出てくるんじゃないかな。クローンあたりから。もうダメだってなる人が。ね、言葉で説明しないからね、このわずかな光の差で理解できないとちょっと辛くなっちゃうんだよな。もう少しわかりやすくしてほしいな、クローンに関しては。なんか、
この色の見分けがつきにくい人とか、そういう人向けに、もうちょっとなんか形とか、なんかもう点滅で教えてくれてるとか、クローンの物体にはなんか、クローンですよ、クローンですよマークみたいなものをもうちょっとわかりやすくつけるとか、まあ、そんなところなのかなって感じがします。これはもうこのゲーム全般的なところだね。色の見分けがつかない。パッと見でクローンかどうかわからない、色の見分けがつきにくい奴らがいる。あとエンプティ箱なのか、普通の箱なのかの区別がつきにくいあたりの、見た目の難しさはちょっと課題かなと思います。このグリッドつけたことによって、その背景かどうかっていうのは、ただの箱かどうかっていうのは分かりやすくなった。だけど1グリッドのやつが出てきちゃったから、それすらもダメだったってなっちゃった。この辺も面白いかな。この辺、ああ、ここ面白いね。ここ面白かった。ウェイウェイウェイ、これはね、面白いけどめんどくさかったんだよな。で、サブ行って、覚えてない。覚えてない。覚えてないけど、多分そんな難しくなかった。これは、まあまあ、普通かな。覚えてない。ここが面白かったんですよ。ここが、普通に、なんか、難しかった。際物、色物かなと思いきや、全然普通にパズルだったから。これ好きです。ここはそんな感じ？あと、トランスファーってなんだっけ？トランスファーって何のステージだっけ？あー、なるほどね。マップ間の真ん中以外で移動できるところね。この辺はあれやな、いかに気づけるかのポイントだから、人によって多分ハマったステージはかなり違っていくんじゃないかな。僕なんかはだってここでハマったんじゃなかったっけ。なんかこの辺ですげえハマってたよね。あとこうか。いや、これもね、これいいステージだよね。これすっごいシンプルなんだけど、すっごいシンプルなんだけど、わかんないとずっとわかんないっていうね。なんかそれまでのステージで、やっぱ幅2つ分で、あと壁があるっていう状態をずっと考えさせられてたから、そんなとこないじゃんって言って、思考がロックされると、それ以降の解決策が見つからなくなる。いいステージだよね。まあ、この一連ね、僕は簡単に解いたけど、結構面白いですよね。なんかね、すごいなんかね、普通のパズルって感じ。従来のパズル感がしてて面白かった。たまにはいいよね。偶数ね。うん。もう覚えてないや。ああ、でもあれか、なんかちょっと、こういうのはな、こういうのは本編に入れてほしくはないよなっていう感じはする。なんでこれ、なんでこれ本編ルートに入ってんだろうね。いや、空白マス出てくるのは大体難しいんだよな。なんか、空白マスの扱いが、むずい。はい。オープン。うん、なるほどね。ここは、ここ、オープンは結構難易度高めじゃない？それまでが普通にスラスラ行けてた人でも、オープンあたりで、うってなる人を増えるんじゃないかな。まあ、なんてことない、なんてことないループをいかになんかするかみたいなステージなんだけど。ただそんなステージ数ないのが、いいのか。あ、そんな難しくないかもね。こうやって見てみたらそんなに難しいステージないわ。序盤のこの5個か。序盤の5個セットで、なんか、1セットでいいステージ集みたいな感じだったね。
後半はね、そこまで、この辺全然悩むことないステージばっかだもんな。フリップね。まあ、まあ、ここはもうね、でもフリップっていうステージだからやっぱフリップしてくださいよっていう先入観っていうか前提があるから、簡単に解けてたっていうところはあるかもしれないね。フリップステージ、ああ、ここが面白かったよね。あ、ゴールに、するために作る形と逆の形を一旦作っとかないと無理っていうところが一ひねりやって結構そういうところに痺れる。うん、この辺はめんどいところ。これはなんだ、なんかわかんないけど多分マップをフリップしないとダメなんでしょう。フリップ面はなんかいいステージあったはずなんだよね。後半の方かな。あー、ここのこの鏡でぶつけ合うとかもやっぱ面白かったね。ここが、ここも同じか。ああ、ここだ。このこれとこれとこれか。この3つがなんかやたら難しくなかったこいつらやたら難しさがあったよね。気づけば割とあなんてことない操作ではあるのだが、気づきにくい。いいステージだと思う。特にこの辺は、なんか、最後の方で一ひねりみたいなのが出てくるのがすごいいいよね。なんかパズルゲームやってるって感じがする。サイクルはね、まあまあまあ、なんか、そういうのあるんだかんだから、あまり覚えてないです。そういうことできるんだね、で、終わっちゃった。うん、なんかめんどくさかったなっていう記憶ばっかりだ。プレイヤーあたりからえらいことになってくるんだったっけ。プレイヤーがボックスではなくなってしまったんだよな。この辺はもう普通に難しいでしょう。プレイヤーゲームの中でも難しい方に入ってるよ。するゲームの中でも難しいって言って今、いや違う、この、パトリックスパラボックスの中では後半戦に入ってきたこともあって難しさが増してきてるという感じかな。ただな、ここが良かったですっていう面が特に今見つかんないので、まあ、覚えてないっていうのがあるんだけど、ステージとしてはまあなあ、いかにプレイヤーをどうするかということに尽きるわけだもんな。顔が違うと見づらいですね。ああ、そういうのもあったな。ああ、なるほど、なるほど。まあちょっとめんどくささの方が自分は勝ってるかな、この辺に関しては。面白いけど。で、こっから何が出てくるかというと、憑依するというのが出てくるんだよね。それは難しくなるよって。うん。ああ、なるほどね。そこ面白かったね。もうこの辺はもう見てもわかんないや。どうやって解いたか。初期配置がすごいシンプルすぎてさ。まあ、特徴的なステージだったら覚えてるんだけど、覚えてないですね。これなんだ。ああ、なるほどね。全部重ねるのか。はあはあはあ。これよくわからないな。これ反転かければいいステージだよね。うん。あんまり苦戦した記憶ないですね、ここ。あ、そんなこと言って多分本編3、40分かかってんだけど。あんまり苦しいっていう感じのとこではないな。なんか、ああ、そうか、そういうステージになるよね、みたいな感覚があった。ウォールも同じじゃない？そうか、そういうステージになっていくよな、そういうルールで動くよな、っていう順当な感じじゃなかったかな。
あ、壁を置く場所さえ分かればっていうものが大多数だったからそれに尽きるって感じ。こっからだよな。自分はもうこっからが大好き。インフィニットシリーズ、いやー面白かったね。面白かったね、このゲーム。で、なるのはやっぱこいつらがいたからだな。このなんか頭がこうヒリヒリしてくるような状況。無限無限、ダブル無限、トリプル無限、イプシロン。なんかそれまでも出てきてた奴らがさ、いや、それ使わん、活用せんと解けんのかいってなってきちゃった時の、震え。まあね、最初からこうやって置かれてるのがやばいよな。まあちょっとルールは理解できなかったから、自分最初。この辺一旦ギブしちゃったけど、ルールが理解できたらそんなもんだよなと。で、その上で、名作。名作あったよね。どこだっけ？あの、二つに分離されてる、ここだ。ここが、自分は一番好きかもしれない。このエリアの中だったら。他にこれに匹敵するような名作はあっただろうか。まあ、あれか。あれだよね。無限が出てきちゃうと、必然的になんかもうやることが決まっちゃうんだよね。無限ループを作らせる二つのペアを、作り出さんといけないよねっていう。それが決まっちゃってるから。あ、ここも面白かったよ。ここもいいね。名作でしたね。で、まあ、エンターの方も同じく、イプシロン。まあ、イプシロン、無限よりはイプシロンの方が、なんか自由度高くて面白くないと思う。無限はさ、セッティングがもうかなりガチガチなんだけど、こっちの場合は、入れるし出れるし、セッティングどっちでやるかも決まってないし、だから、僕はね、イプシロン好きなんですよね。もう覚えてないです。ステージに関してはちょっと、これが面白かったとかっていうので、ピックアップできるようなものがあったかどうかはちょっと覚えてなくて。まあこれもね、また、まあ、作る形は決まっ、あ、ここは面白かったな。作る形は決まっちゃうんですけどね。その画面端にマップを置いて、壁で固定しろっていう。こういうパーツがモールにあるのはもうここに置けっていう言うてるようなもんですからね。その決まってる中でどうやってステージの個性を出していくかっていうところが、バリエーションがあって面白かったな。ああ、面白かったね、この辺も。面白い。うん、いいでしょう。うん。で、まあ、その、最終形。これはまあ、どこでしたかね？どこでしたっけ？なんか、脳がひりつくようなステージなかったっけ？ああ、なるほど。この辺でもな、割とすんなりいけちゃうんだよな。パズルだーって感じがするのはこの辺か。こことか、こことかがかなりパズルしてますか。これはもうわけわからんからちょっと一旦放置だな。うん、そんなもんだね。インフィニットシリーズが好きなんだけど、特にこれが好きみたいなのはない。全体的にこの辺はもうが結構ルールが面白かったから好き。あと好きだったのは、オープン、フリップ。オープン、フリップ、リファレンスあたりか。まあ、クローンとか、ウォールとかプレイヤーとか、この辺はね、もう、新ギミック追加のエリアだから、やむなし。はい、なんかこう、なんかこう、ダラダラと、だらだらと感想戦をやってしまったのが反省点なんですけど、面白かったですね。いやー、何年か分かんないけど、こう待ってた甲斐があったよ。やっとプレイできて、しかもその自分の想定してた簡単すぎるんじゃないのっていう
ところも特になく、あ、特になくというか、なくて、やっぱ苦しいものは苦しいし、チャレンジだ。苦しいものは苦しいし、で、ずっと刺激的でしたね。なんか、まあ、若干、こう、簡単すぎて同じようなパターンが続いちゃってるところもなくはないんだけど、それが逆にメリハリになってよかったかもしれないですね。通常ルートはとても簡単。で、分け道にそれるとちょっとむずい。チャレンジになるとさらにむずいっていう。そういうの波があったんで面白かったです。まあ、あまりに簡単すぎるステージがあるっていうのはまあね、プレイヤーをかなりそういう層に向けて作ってるというのもあるからね。そこは仕方なし。誰にでもできるパズルゲームで、頭がわけわからんくなるというのでいいと思います。おすすめです。やってみてね。ババイズユーとか、あ、で、これが好きな人は、まずリカースドをやってほしい。あれはちょっとアクション要素も出てきてはしまうものの、こういうなんか再帰的な空間というものを扱ったゲームの中ではもう、ピカイチのもの。それ、あれ以上のものはないんじゃないっていう。ね、パラボックスと比べてもリカースドの方が、なんかその作品としての完成度は、段違いですごいかなっていう感じがします。こっちはその、複雑さにはあまり重きを置いてないゲームだから、向こう側の容赦なく難しくしてやれっていうタイプのゲームとしては、リカーストの方が私はおすすめかな。あとはまあこのゲームの元になった、そこそこというゲーム。ジュナーさんの作ったそこそこというゲーム、まあ検索すれば出てくるでしょう。イッチアイオで出してるやつ。あいつはね、あいつ難しいんですよ。あいつね、多分ね、パラボックスを普通にクリアできた人でも、むってなるぐらいには難しいんですよ。たった一つのステージしかないんだけど。だからそれも、それでやっていただけると面白いかなと思います。で、あとはまあ自分が、動画のどっかのパートでも一回やったけど、まあ、自分が作ったステージ、ここが入った、パズルスクリプトのデメイク版というのもあるので、それも、まあ、触っていっていただけると、私が喜ぶ、といった感じかな。あと似たようなもので言うと、まあ、自分のブログで、こういう再起構造を持った倉庫版のゲームというものをいくつか紹介していて、まだリリースされていないものとかも、こういうものが今後出てくるよっていうものも込みで、数点書いている記事があるので、まあ、検索してみてはいかがでしょうか。何入れたっけかな？まあでも、そこにもね、なんか、今自分が言ってないようなゲーム入れてるはずなので、えい、といったところで、もう1時間になっちゃうので、終わりです。おすすめです。面白かったです。ありがとうございました。終わり。